一番。うちで夫と妻が話しています。妻は何を買いに行きますか会社に持ってってる弁当箱、形が通勤用のカバンに入れにくくて、細長い形のが欲しいんだ。あ、じゃあ、明日デパートの近くに行く用事があるから、買ってきてあげる。いいうん。二段になってて重ねられるタイプのがいいな。 一段だと入れられる量が少なくて、夕方にはお腹空いちゃうかもしれないから。わかった。前に水筒欲しいって言ってたけど、それも一緒に買っとくあるといいなと思うけど、今回はいいよ。分かった。妻は何を買いに行きますか 2番会社の受付で男の人と受付の人が話しています男の人はどこで山本部長を待ちますかあの桜工業の森田と申しますが営業の山本部長いらっしゃいますか今日は工場の見学と会議で伺いましたはい森田様伺っております 申し訳ございませんが、山本は外出先からこちらに戻るのが、交通渋滞で少々遅れておりまして。あ、そうですか。では、ロビーでお待ちします。あ、い,いえ、ロビーの奥に応接室がございまして、本日の会議の資料とお茶をご用意しておりますので、そちらで。山本が到着しましたら、すぐに工場の方にご案内しますので。あ、はい。よろしくお願いします。 男の人はどこで山本部長を待ちますか3番大学の研究室で先生と女の学生が話しています。女の学生は 来週来る留学生に何を教えますかあ、森さん。来週からうちのゼミに交換留学生が入るって前に話したけど、月曜の12時にここに来ることになったよ。それで、昼休みに案内とかちょっと手伝ってもらえないはい。まずは食堂の使い方。注文の仕方とか、初めての人には分かりにくいだろうからね。ついでに、 お昼も一緒に。はい、誘ってみます。それと、学生会案内して、書類の出し方とか、掲示板に貼ってあるお知らせの見方とか、いろいろ教えてあげて。図書館も、あ、あそこは案内係がいるからいいね。じゃあ、食堂と学生課頼んだよ。あの、先生、学生課は12時から1時まで昼休みです。すみません、私、 1>, 1時から授業がありまして2時半過ぎには戻れますがそっかじゃあ学生課の方は掲示板と一緒に他の人にお願いするからいいよそれじゃあよろしくねはい女の学生は来週来る留学生に何を教えますか 4番今日オープンするレストランで女の店員と店長が話しています。女の店員はこの後何をしなければなりませんか店長、開店まで1時間ありますがもう外で待ってらっしゃるお客様がいます。もう立ったまま待っていただくのは申し訳ないから椅子を外に並べて。それから今日暑いから 待ってる方に冷たいお茶を出しして。はい。あの、椅子はもうお出しして座っていただいています。そう、ありがとう。女性のお客様が多いみたいです。じゃあ、サラダの注文が多いかもしれないね。野菜多めに準備したんだけど、足りなくなりそうだったら早めに行ってね。電話で注文して届けてもらうから。わかりました。じゃあ、さっき言ったこと頼んだよ。ちょっと銀行で両替してくる。 お釣り用の小銭、多めに用意しといた方が良さそうだからね。はい。女の店員は、この後、何をしなければなりませんか。 5番学校のダンス部で男の学生と女の先輩が話しています。男の学生は、まず何をしなければなりませんか遅くなってすみません。今日は発表会の案内のパンフレットを印刷して学校の外で配るんですよね。うん。もうみんな集まって始めてるから、すぐ手伝って。えー、っとね、 印刷は三分の二ぐらい終わって、今みんなで一部ずつホチキスで止めてるところ。全部終わったら外に出て配ろう。じゃあみんなと一緒にホチキス止めしますね。うん。あ、その前に残りの印刷ができてるはずだからコピー室行って取ってきてくれない今行こうとしてたんだけど、そこの机に重ねといた紙の山床に落としちゃって。 私、片付けないといけないから、お願い。で、戻ったら、ホチキスで止めるのを手伝って。わかりました。男の学生は、まず、何をしなければなりませんか 6番。日本語の授業で先生が話しています。学生はこの後、まず何をしますかええー、今日は日本のお寺を紹介するビデオを見ます。日本はお寺がたくさんあるので、いろいろ調べたり、行ってみたりした人もいると思います。これから紙を配りますから、ビデオを見る前にお寺について知っていることを、 5分ぐらいでメモしてください。続いてビデオを見て、その後で最初にメモしたこと、ビデオを見て新しく発見したことについて、隣の人と話し合いましょう。学生はこの後、まず何をしますか 問題2問題2では、まず、質問を聞いてください。その後、問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。 では始めます一番大学で女の学生と男の留学生が話しています男の留学生は今東京の生活でどんなことに困っていると言っていますか リーさん、日本に来て1ヶ月、東京の生活にはもう慣れた大体のことはね。来たばかりの頃は人が多くて落ち着かなかったけど、国では田舎に住んでたから。東京はどこ行っても混んでるからね。うん。それはもう慣れたけど、電車が多くて乗り換えが複雑だからよく間違えて。その度に誰か近くにいる人に聞いて教えてもらうんだ。 それで約束の時間に遅れたことが何度も。D さんは日本語ができるからいいけど、日本語がよくわからない人だったら本当に困るだろうね。うん。男の留学生は今東京の生活でどんなことに困っていると言っていますか 2番 2> 中学生のサッカーの試合の後で先生が選手たちに話しています。先生は試合で特に何がよくできていたと言っていますか 今日は勝って良かった。みんな試合中、互いに声を積極的にかけてたね。仲間に声かけてもらうと力が出るから、それはすごく大事なことで、今日特に良かった点だと思う。それから、今日は2点取られた。もっとボールをよく見て守ろう。それに、ボールをもらってからどうしようか考える時間が長くて、ボールを出す前に取られることが多かった。 ボールをもらったらすぐ動くように次の試合までによく練習しよう先生は試合で特に何がよくできていたと言っていますか 3番。ラジオで男の人と女の人が話しています。雑誌のアンケートで中山ホテルが1番に選ばれた理由は何ですか この間ある雑誌の「今一番泊まりたいホテル」っていうアンケートでこの町の中山ホテルが全国1位になったんですよあの丘の上のホテル私たち町の人間として自慢できますねそうですね部屋からの景色が息を呑む美しさってことでこの結果になったそうですよ町の外れにあって交通のアクセスは良くないんですけどね 確かどの部屋からも海が見えるように建てられてるんですよ中山ホテル行ったことありますか時々ランチのバイキング利用しますよ美味しいんですよそうですか今度ランチ行ってみよう私は前に一度コンサートに行きました丘の上のコンサートって言って毎晩ホテルのロビーで開かれてるんですよ皆さんもぜひ行ってみてください 雑誌のアンケートで中山ホテルが一番に選ばれた理由は何ですか ?4 番会社で女の人と男の人が話しています男の人が

うん、半年前から。前に食堂のテレビでゴルフの試合見て、何が面白いのか全然わからないって言ってたでしょうん、確かにそう思ってた。それに、友達に何度誘われてもやりたいとは思わなかったし。ところがね、テレビ番組のクイズに応募したら、ゴルフ用品セットが当たって、本当は他のものが欲しかったんだけどね。そう。使わないともったいないからやることにしたんだ。 ゴルフって結構歩くんだよ。やってみて自分がこれまでどんなに運動不足だったか分かった。それに意外と楽しいね。そう、始めてよかったね。男の人がゴルフを始めた理由は何ですか 5番。話し方教室で先生が話しています。先生はスピーチをするとき、どんな方法で緊張しなくなったと言っていますか 今日は私の経験をお話しします。私は以前スピーチをするとき緊張してうまく話せませんでした。よく練習だと思ってやればいいという人もいますが、大勢の人の前に立つとなかなか、スピーチの前にはもちろん十分練習をしましたし、落ち着くために息を深く吐いてから始めてみたりしましたが、それでもダメでした。ある時。 スピーチの最初に自分が緊張していることを正直に話してみたんです。その後なぜか楽になって緊張せずに話せました。何度かそうしていたらいつの間にかすっかり緊張しないで話せるようになりました。先生はスピーチをするときどんな方法で緊張しなくなったと言っていますか 6番大学で男の学生と女の学生が話しています。男の学生は社会学のレポートでどんなことを書くことにしましたか男の学生です。 ねえ、社会学のレポート、テーマは自由ってことだけど、こういう時いつもどうやってテーマ決めてるそうだなぁ。復習のために授業の時よくわからなかったことを調べて書いたり、他には授業を聞いて自分が初めて知ったことをまとめたり。そっか、よくわからなかったところをやるっていう考えは僕にはなかったなぁ。僕もそれやってみていい ちょうど復習したいところもあったし。もちろん。今までは授業で特に面白かったことをテーマにしてたんだけど、興味あることって書きやすいからね。でも、いつも同じ感じなのもつまんないなと思って。私は、今回は社会学のテキストの中で先生が授業で扱わなかったところを自分で調べて書こうと思ってるんだ。資料を集めたりして。そっか、すごいね。 男の学生は社会学のレポートでどんなことを書くことにしましたか問題3問題3では問題用紙に。 何も印刷されていません。この問題は、全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から 最も良いものを一つ選んでください。では始めます。一番テレビでアナウンサーが話しています。今日は青葉動物園からお伝えします。多くのお客さんが来ています。青葉動物園は 動物との距離がとても近く、動物の顔や体、動きなど、近くでよーく観察することができるんです。予約をすれば、係の人が案内してくれて、馬や象など、いろいろな動物に直接餌をやることもできるんですよ。お客さんが集まるのも納得ですね。今なら、ライオンの赤ちゃんも見られるそうです。 アナウンサーは何について話していますか 1, ?1 動物園のお客さんの様子 2, 2この動物園が人気のある理由3動物の可愛らしさ4今特に人気のある動物 2番。日本語のクラスで先生が留学生に話しています。来週のこの授業では、日本の映画、また会う日までを見ます。ええー、時々、教科書に出てる日本語はわかるけど、実際の生活の中での日本語は聞き取りが難しいという声を学生の皆さんから聞きます。映画は、 聞き取りの力を伸ばすのに大きな効果があります。映画に出てきた会話を使って会話練習もできますし、その国の習慣や文化を学ぶこともできるんです。先生は何について話していますか ?1 授業で見る映画のストーリー。 2日本映画の特徴3映画に出てくる日本の習慣4授業で映画を使う目的 3>, 3番 アパートのゴミ置き場で男の人と女の人が話しています山田さんおはようございますあれ山田さん出すゴミ少ないですね僕はコンビニのお弁当の容器とかパンの袋とかすぐ溜まっちゃって私も前はよく飲み物買っててペットボトルとか缶のゴミが結構あったんですでも 買わないでお茶とか自分で作るようにしたら随分減らせたんですよああ僕も料理すればお弁当の容器とかゴミで出すこともなくなるんですよね料理するなら野菜もよく洗って皮も一緒に料理すればもっとゴミ少なくできますよなるほど僕も頑張ってみよう。 二人は何について話していますか 1, ?1 ゴミを減らす工夫 2, 2ゴミの種類の多さ3ゴミを出す時のルール4ゴミのリサイクル方法 問題4問題4では絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。 一番、自分たちの写真を撮ってほしいです。近くにいる人に何と言いますか一、あの、写真を撮ってもよろしいでしょうか二、2> 2あの、写真を撮っていただけませんか三、あの、写真をお撮りしましょうか 2>, 2番、友達が教室を出ます。椅子のところに友達の傘があります。何と言いますか ?1、1> ねえ、傘忘れてるんじゃない 2>, ?2、ねえ、傘持って行かないでよ。3、ねえ、傘置いておかない 3番。店に入りましたが、店員がいません。店員を呼びたいです。何と言いますか ?1。1> すみませんが、どちら様でしょうか 2>, ?2。あの、こちらはいかがですか ?3。すみません。どなたかいらっしゃいませんか 4番、会議が終わりました。女の人が片付けているパソコンを今から使います。何と言いますか ?1、片付けて言ってくれませんか ?2、2> そのままにしておいてください。3>, 3、パソコンを使ってもらえますか 問題5問題5では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからその返事を聞いて1から3の中から最も良いものを一つ選んでください。では 始めます。1番。喉カラカラなんだけど、お茶かなんか持ってない ?1。1> お茶はダメなの 2>, ?2。なくてもいいよ。3。水ならあるけど。 2番 2> 今日の会議で出た意見は部長にもきちんと伝えておくようにね。1, 1部長が伝えてくださるんですか ?2 どうぞよろしくお願いします。3わかりました。報告します。 3番。お客様、雨が降っておりますので、タクシーをお呼び致しましょうか。1。すみません、そうしていただけますか ?2。2> あの、私は呼んでおりませんが。3>, 3。頼んでくださったんですか。ありがとう。 4番あの前にどこかでお目にかかったことありませんかえっ前の方に何かあるんですかい,いえ多分ないと思いますが 3> 3どこでなくしましたか 5番、スーパー行くけど何か買ってこようか ?1、1> じゃあアイスクリーム頼むよ。2、ついでに牛乳買ってくるよ。3>, 3、悪いけど今はいけないよ。 6番前によく一緒に行った寿司屋、もうずっと閉まってるんだよ。1, 1え、いつ頃から ?2, 2え、そんなに早い時間に ?3 え、今日から休み 7番。おととい、資料をメールで送ったんだけど、届いてる ?1。え、僕、メール送ってないよ ?2。2> ごめん、受け取ったのに返事しなくて。3>, 3。いいよ、届けてあげるよ。 8番。この店のカレー、これで一人分こんなに食べらんないですよね。1。ほんと、量多いですね。2>, 2。ちょっと足りないですよね。3。じゃあ、一人で食べますか 9番昨日はせっかくボーリングに誘ってくれたのに、行けなくて悪かったね。1>, 1。うん、それは残念だね。2。2> う,んうん、気にしないで。3。本当にごめん。